皆さん、こんにちは。アフロマスクです。今回もオープンワールドサバイバルゲームのザ・フロントですね、やっていきたいんですが、結構これ敵の NPC とかいろいろいそうなんで、ちょっとソロプレイでやってこうかな、最初から。で、せっかくなんでこの辺りからこう、行ってみましょうか。一番島の端の方か。いろんなバイオームありそうですよね。じゃあ、東岸4でリスポーン。はい。おー、来ましたね。綺麗。多分こっちの方がラグとかも少なくていいと思うんですよね。おー、めちゃくちゃグラフィックいいじゃないですか。ああ、読み込まれた。すごい増えたな。今、朝の6時か。はい。とりあえず、家だけでも建てようかな。これね、マップ見ると、まあでもこの辺りからもうハテナがいろいろあるんですよね。ああ、家とか、ここら辺に拠点作ってもいいかもしれない。よいしょ。拾えるものは拾って、石も取れる？うん。あー、レベルもサクサク上がりそうですね。あー、なるほど。いろいろ作るっていうのが出てきた。アップデートも入って、結構変わったのかな？書いてありますね。石斧とか作っていくか。一通り、領地フラッグも必要ですよね。まあいいや。これで、資源採集もっとやりやすくなるでしょう。乗り物とか作りたいですよね。はい。石とかも取りつつ、レベル3ですね。早い。めちゃくちゃ早い。これ鉄鉱石か。レベル4。早い。異様に早いぞ。あ、ワークベンチの製造とか来たな。で、どうやら敵の襲撃もあるっぽいんで、拠点は結構しっかり作った方が良さそう。あ、任務がすごいいっぱいあんな。右に出ての全部任務タスクですよね。めちゃくちゃあるんですけど。で、お腹とかもすごい減るな。ベリー食べるか。あー、ここら辺も取ってきましょうか。全部取ってきたいですよね。弓系。これはレベルが上がれば取り放題なんでしたっけ？なんか取れるな。時空ビーコンとか気になりますよね。なんかレベルガンガン上がってるんで、覚えられるやつは全部覚えたい。うん。なんとこう資源採取してるだけでだいぶ上がってますからね。あー、木の槍とかも作るか。はい。弓も作りましょう。これで最低限戦えるはず。石の刀も作りましょうか。いいですね。で、木の家作っていきたいな。2×2。これを4つぐらいいける？はい。あ、うさぎがいますね。寝袋とかも作るか。もうちょっと平らなところないかな。そこ建物ありません？石？それ。これが道か。そこ、なんかあるぞ。今、ここか。この右側とかいいんじゃないですか？はい。レベル7ですね。早い。開始まだ5分ぐらいだと思うんですけど、一気にレベル上がってる。あ、なにこれ。サトウキビがある。美味しそう。てかこの辺りも平らではないんだな。平らな土地があんまりない。ここら辺も取ってくか。もうレベル10になりそうですね。あー、そこもなんか、レーダー基地みたいの見えんな。それ石の建物。レベル9ですね。はい。道路に面したとこの方がいいかな。すごいミッションがいっぱい。めちゃくちゃあるんですけど、これ勝手にミッションは増えるの？どうしようかな。この辺りの方が作りやすいか。もうちょっと島の奥側行ってみましょうか。木の装備を作りたいかも。最低限。そこ洞窟みたいのありますね。なんか見えんな。そういうのもあるんだ。あれは洞窟ではないのか。やたら鹿がいるけど、この辺り。これ何？鹿多いですね。おこら？なんだこれ。ほっとくか。ん？あ、初心者保護が解除された。これからの旅は困難が多いためもっと気をつけてくださいって書いてある。レベル10になっちゃったから早くないですかやたら早いんですけど、バンバン覚えられるのはいいですよね。あー、いろいろ来てるな。ポイントとか必要ないんですよね。あー、ダンバーモジュールとか、いろいろできそう。作れるもの多いですよね、やたらと。スパイク、罠系、トラップもありますね。木製の服を作りたい。さらにこれ増やそう。40個ぐらい作っちゃうかも。これも作って。あー、塩。あ、いいですね。木製の服。なんかもう初心者の間なくなっちゃったみたいなんで。どうなるんだろう。まあ、PVP になるみたいな感じかな。プロのあれなんで関係ないとは思うんですけど。あー、この辺りもいいかもしれないですね。なんかある。あー、レーダーサイトかな。敵いますよね。もうちょいこっち側行ってみるか。なるほど。そっち側行くためにはそのレーダー基地みたいなとこを通らなきゃいけないんだ。あー、そこは鹿の生息地域ってこと？とにかく建物、拠点を作らないと何もできないと思うんで、ワークベンチとかも置きたいし、ベリーはいっぱいあるんで、水も大丈夫そうですよね。これなんだ？瓦礫？あー、なんかある。あ、回収できる。はい。あ、こういうのも湧いてんのか、道沿い。あー、湧いてますね、なんか。車とか湧いてる。いいじゃないですか。ここら辺いいかも。これは壊す系か。開けられないですよね。エンジンとかゲットできるのかな。あー、壊れた。あー。はい。お、鉄のピッケル。いいですね。これはつけて、この鉄のピッケル今ゲットしたっぽかったけど、あれ？今ありませんでした？鉄のピッケル。ああ、石窯もある。ここら辺一通り作っとくか。木製ヘルメットもつけようかな。場所迷うな。家の場所重要ですからね。やっぱこの高台のところにしようかな。見晴らし良さそうだし。ここにしましょうか。この辺り。高さも変えられるんで、タイプも変えられるんだ。まあ、これで、はい。もう一回。高さが、こういう感じかな。ここら辺が一番高いですよね。こんぐらいで。こうして、まずは4つ分。はい。ちょっと向きがあれだけど。F で廃棄もできるのか。これ廃棄したのは帰ってこないんですよね。すごい音さすんな。あとこれか。領地フラッグもやんなきゃいけないんだ。で、壁も設置したいけど。軸ビーコンっていうのも必要なのかな。必要なものをバンバン作ろう。木箱とか。2つぐらい作るか。まあ、結構簡単にできるのがいいですよね。まあ、これもう向きはいっか。はい。こんな感じで。こんなでかくするすごいな、向きのバラバラ加減が。で、さらにこれで、領地フラッグを、どこら辺に置こう。意外と狭いですよね、はい。入らないんじゃないのこれ。先にこれやった方が良かったか。とりあえず、この急斜面に1個、はい。で、ここに、材料を入れとけってことですよね。性質。これで腐らないはずだけど。これもアップグレードしたら領地広がんのかな。レベル書いてありますよね。これを上げていきたいけど、範囲がよくわかんないな。ここは範囲なのか。いいや、これで、一応範囲っぽいですね。ギリギリ。ここら辺から入れるように。そういう感じになっちゃうのか。斜め階段も制作したい。で、これは、扉にしちゃいましょうか。2マスってそういう感じになるのか。めちゃくちゃでかいな。で、こっから入れるようにすると。でかいな。すごいでかいけど、まあいいか。ここら辺に窓作っとこうかな、じゃあ。何も考えてないんですけど。窓付きはここでじゃあ、OK でしょう。で、なるほど。ちょっとおしゃれ構造にしたいな、せっかくだから。余裕あるからおしゃれ構造にする。こことかも、こういう壁にしちゃいましょうか、でかいやつ。めちゃくちゃでかいですね。規模がすごいな。ここ2階ちょっとおしゃれ空間にしたいな。こっち側もあと2つほど、このでかい木の壁作って。まあ簡単にいけますからね。で、なおかつワークベンチも作りましょうか、ささっと。ここら辺にやってこうかな。広々とした拠点を作りたい。てか、もう夕暮れ時ですね。多分ソロプレイだから寝れば朝になるかな。ここら辺も土台ちょっと増やしたいですよね。せっかくだからいけるかな。うん。こんな感じにして、ああ、いいですね、いいですね。できてきた。で、ワークベンチここに置こうかな。端。その横に、ちっちゃいチェストを置いとくか。これ乗っけることはできないんですね。はい。向き変えた方がいいかな、これ。横向きの方がいいか。とりあえずこれで、いろいろいけると。武器製造台とか来た。はいはいはい。作れるものは増えてると。あ、包帯とか来た。包帯も欲しいですね。弾みトラップ、捕獲器。ベアトラップか。で、松明を設置したい。あ、こういう感じでいけんの？ああ、いいですね。これ欲しい、もっと。ライトオン。うん。暗っ。松明置いてもめちゃくちゃ暗いな。ここら辺も置いて。いや、もっと明かり欲しいな。ないよりかはマシだけど、煙もすごい出ますね。で、なおかつ扉もとりあえずつけるか。はい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 。あ、でも急ピッチで建築が進むのいいな。で、ここを扉にして、屋根も作りたいですね、早く。雨戸を、じゃあここら辺に置いていくか。はい。周りとかを作っていきましょうか。あとはこういうものですね。ここら辺焚き火置いとくか。肉系も取ってこなきゃいけないですね。はい。これも設置。だいぶでかいな。あ、寝袋これか。寝袋あった。寝袋置きましょう。あ、裏表の入れ替えとか書いてある。ああ、そういうことできるんだ。これはできないのか。あ、裏表入れ替えられるのいいですね。まあいいや。まず寝袋をここら辺に設置しちゃいましょう。寝ることはできないみたいですね。じゃあ時間は待つしかないな。あ、レベル15になった。夜は資源採取しとくか。とりあえず拠点も少し、というか結構でかくなったな。そこ2回、うまい具合に作りたい。あー、何それ。なんか来たぞ。それ気になりますね。行ってみるか。そこ、何かしらもらえるってこと？もうちょっと武器とか作った方がいいと思うんですけど、物を置いて行ってみるか。宇宙船来てますね。何それ。この木のやつ、一式、持っていくか。ちょっとその、宇宙船か、行ってみましょうか。結構近いですよね。補給物資ってことなのかな。それ気になる。だいぶ近いな。行こう行こう。敵がいるのか。世界観がよくわかんないんですよね。敵いるかな。あ、すごい近い。あー、その四角いやつが光ってるあれ？なんかそれ、上、なんだあれ、スターリンクかなスターリンク衛星みたいの見えるけど、あー、ありますね。補給物資っぽい。開けましょう。探索レベル 46？ えー開けれないのこれ残念。残念すぎる。そんなにレベル高いんだ。なんかそれほんと上、スターリンク衛星が通ってるみたいな感じになってるけど。まあいいや。てか開けれないですね。残念すぎる。レベル上げなきゃ。バンバン上がってると思ったけど、相当レベル必要かも。探索レベルってこれですよね。全然足りないぞ。